聞いてみようか。自然なやり方でした。もちろんそれを録音しなくてはいけないと思うと、きっといろんなエンジニアさんとかみんな緊張感はあったと思うんですけど、でもその中で歌うっていうことに関しては、こっちの方がなんていうか正しいって言ったら変ですけど、普段そのレコーディングだからといってブースに入って、こう本当に一人しか入れないここで、この大きなマイクに向かって、こうやって歌うっていうのが非日常なわけで、よりこう、まあ、自分の歌、普段の歌に近いのはこっちだなっていう感覚はありました。まあ本当にライブに近い、環境でしたね。うん。電気通してその、増幅させて、その音って、を撮るっていうんじゃなくて、実際の生の音を撮ってたからコントロールしやすいですね。その方が自分にとっては聞こえてきたものを全部受け入れて、でアウトプットに出すみたいな、その作業がそのまんま全部撮られてるような状態なわけなんで、もしそのチェロなりピアノなり電気通して増幅してた場合、こっちが驚いてアクションを起こしても、そのアクションが何なのかっていうのはわからないじゃないですか、みんなには、という良い面があるんじゃないかなという気がしました。もう他の言い方がなかなか見つからないんですけど、夢の中にいるような、もちろん緊張感張り詰めた、その、まあ、スタートする前も、こう、常に、こう、まとっているんですけど、それでもなんか安らぎがあるというか、守られている感じみたいなのを、こう、感じてましたね。ずっと、それはありました。どうみゆちゃん始まります。そうですね、はい、そうね、こんな、ね、なんかちょっと大掛かりな、大掛かりだし、ここ数日結構、うん、まあ歌詞も最後まで、うん、なんか練ったりしつつ、うんうん、バーッと変えたりとか最後で、うん、じゃあこれで、うん、そうか、感情のアップアンダーダウンをしてた、うん、してたの。してた、うんうん、なんかでもアップアンダウンしても合間合間に子供が入ってくるから、どうしてもまあ一瞬冷静になったりとか、うん、笑えたりとか、うん、日常に戻される、まあ、ご飯も作るし、戻される瞬間があるから、それに助けられてるのかもしれないし、うん、ちょっと真ん中に入ったりする。そうですね、まあ、それによってなんか入り込めないってなる時もあるけど、でもあった方がいいんだと思います、うん、でもやっぱ寝た後とか、うん、歌詞を練ったりしてる時とか、うん、電車の中とかで急に泣いたりしてボロッと、うん、あ、結構ボロボロ泣いてました。移動中とかにね、考えるから割とそれはなんか
自然に出てくる涙、そういうことを考えて悲しくなった。悲しいだけじゃなくて、なんか感情が溢れた。そう、溢れて。悲しいだけとも限らなくて、幸せだなっていうのもあるし、なんかこう、やっぱ今こういろんなものがぐしゃってなってるのを歌と一緒に出始め、そう、引き上げようとしてる、掴もうとしてるから、今回はその途中っていう感じで、マミコのピアノだったり制限の音色が一緒になってそれを引き上げてくれてるっていう感じなんですよ。もともとは一枚の写真があって、もうその、あの時も現場で写真を記録で撮ってくれていた前さん、前康介さんの、鳥が飛んでる写真があって、それはこのためじゃなくて、もともと、あの前さんの作品と、というか、どこにも多分出してない、あの、個人的な写真で見せていただいた一枚を見て、なんかふわっとイメージが湧いて生まれた曲だったんですけど、それを今回あのマミコともうちょっと広げてみたいなということで、結局はその鳥がすごく象徴的な存在になって、なんかこう飛ぶ、鳥たちが飛ぶっていうことと私たちの心の解放っていうものが重なった一曲だな。結局それがアルバムのトーンを決めたいんですよね。私自身もあの鳥がなんか羽ばたく瞬間にその儚さとか差がとか、何かその感じるものあって感動するって経験が何度もあって、でその写真と音を聞いていると自分にもこう情景が浮かんできて、でいい曲だなって思ってたんですけど、でその、 あのアルバムに、今回のアルバムにその曲が入るということで、じゃあ改めてその私がピアノでアレンジをさせてもらおうってなった時に、まっさらな空にその鳥を羽ばたかせていく、あの絵を描いていくような、あの私の中ではあの情景が浮かぶ曲だなって思ってます。明日館で衣装というかコスチュームを担当してくれた、コスチューム自体は鈴木孝之さんだったんですけど、その装飾の部分でプラスアルファあの髪の毛を編み込んだりとか、大脇千佳子さんがやってくれたんですけど、チコちゃんって呼んでるんですけど、チコちゃんが大きな綺麗に染められた鳥の羽を装飾として持ってきてくれて、それをこうふっとピアノとチェロのところと私のところに羽を一個ずつ置いて、なんかこうそれも象徴的でね、計算したわけじゃなかったのに鳥が飛ぶっていうことってずっとここ私たちの3人のイメージの中にありましたね、うん。まあ1曲目っていうのもあるし、そのドバーッとこう皆さん準備されて、あのさあやるぞってなってこう息を殺していい緊張感だったんじゃないかなっていうのがまあ一つと、あとまあみゆちゃんもその辺あの日結構緊張してるなとは思ったんですけど、それでもその手だれたところがあるというか、あのちゃんとリラックスしていい声を出せていたんじゃないかなと思いますね。はい。
2曲目は「シャイニングガール」という曲なんですけど、これはまみこちゃんの曲です。もともとインストルメンタルというか、まあ、ピアノ楽曲としてもうすでにアルバムに入っている曲で、私たちがライブでご一緒するようになってからこれは即興でやっていて、私はもうずっとファーってこう歌詞もつけずにずっとやってきて、毎回だから違うシャイニングガールだったんですけど、それをちょっと整理して今回歌詞もところどころつけて、2人ともいい大人なんだけれども本当のあなたっていうか本当の私はこうすごいちっちゃい女の子として、光り輝いてる女の子が体の中にいて、その子を見失ったりもしてたんだけれども、やっと見つけた、それを これからは離さないで、ちゃんとその子もちゃんと見ながら生きていくよっていうような曲にしたくって作りました。はい、です。だからすごくピアノ主導というか、まあ、ピアノがこれは主役だと思ってるので、まみこちゃんのその情熱、このソフトなまみこちゃんのから出てくる情熱が映ったらいいなと思ってます。まずまみこちゃんのピアノだけの曲だったんですよね、もともと。でそれをみゆちゃんが乗っかって漂ってっていうだけの状態だったので、で僕が入るときにそれをさらにちょっと交通整理させてもらって、ピアノの良いところ、歌の良いところだけこうちょっとだけ軽く絞らせてもらったっていう感じの曲だったんですよ。ピアノってなかなかピアニストってかわいそうなんですけど、楽器選べないんですよね。その日そこにあった楽器触って、でまあいくらかこう調律師で音色は変わるわけなんですけども、まあ信頼する調律師さんにお願いしてやってもらって、とっても空間に馴染むいい音だったので、それがすごく引き出された曲だと思います。はい、この曲は私がもう多分10年ぐらい前に作った曲なんです。曲の軽快さとか軽やかさとは裏腹に、実は自分の人生だったり活動にこう思い悩んでいた時に作っていて、でもどっか魂だけは曲の中にあるこうフレーズとか音のようになんか輝いていて、でなんか曲がこっちだよって、本当の自分はここにいるよって、出来上がった曲が私を教えてくれてるような感覚でずっと演奏してきた曲だったんですけど、なんかその曲をみゆちゃんが聴いて、まあ、響いてくれたっていうことが、なんか自分のことを表現した曲だったんですけど、そこに彼女の何かがこう響いたっていうのがすごく嬉しいなと思って。じゃあ皆さんいいですか。じゃあ行きます。手取りいきます。
います。そうですね。まあ3人しかいないので逆に自由度は高いんですよね。編成が大きくなればなるほど自分の役割って
決まってくる。物理的に言うと、もう低いところにでも高いところにでも、もう3人とももうやりたい放題というかちょうど3人でそれができる。僕ずっと持論で話してるんですけど、4人と3人ってすごく違くて、4人はお互いをちゃんと見てないといけないんですよ。でも3人って全然別の方向を向いててもちゃんと成立するんですよね、物事が。っていうところがあるなと思っているんですけど、はい。1日に6曲っていうことがまず、初めて伺った時は冗談かなと思ってこれはなかなかのことを挑むぞっていうなんか覚悟をした日があったんですけど、でもその限られた時間の中でみゆちゃんと正源さんとコミュニケーションをとにかく取って、でそのまずその演奏面においてはできる限りのものをやりきったっていう、なんか私個人的にもうすごく悔いのない演奏ができたって思っていて、その時間とともにあの日分けることなく、あの一日であの日を刻めたっていうのがすごく意味があったなぁと今振り返ると思います。最初はもし、まあ、曲によって何か足りなく感じたら重ねようかっていうアイディアもありましたし、必ずしもそれをやりたくなかったわけではないんですけど、でも結果聞いてみたら必要ないねってなって、その曲一曲一曲に物語があってそれを表現できる3人だったから、だからこう豊かに聞こえたのかなと。その決して飽きないなっていうのは自分でも聞き返して思いました。はい。次の曲はストーリーという曲です。まあ、ラブソングといえばラブソングなんですけど、なんでしょう、すごいシンプルなラブソングですで、まあ、小さい頃思い描いてたのとは全く違う展開になって、人と巡り合ったりとかするので、本当に未来は分からないなというのをいい意味に捉えた曲だと思います。でいいのかなというラブソングです。ストーリーです。本当に未来のことは分からないんだけれども、なんか直感的に良くなる気がするから、それを見に行こうっていう、というラブソングです。行きましょう。はい、お願いします。ストーリーもすごい個人的な曲だなと思うんですけど、まあ、友人と自分が全然違った環境で育ってきてるのに、後々、まあ、大人になってから出会って、あの時同じ曲聴いてたとかっていうことが判明したり、そういうことってあるじゃないですか。それってすごく不思議な、不思議なことというか、そういう物語、ストーリーでつけたんですけど、本当人生の物語がどこでクロスするかわからないっていうのって、本当希望だなと思うんですよね。生きていたらどんな風に物語が転がっていくかわかんなくて、コントロールしようと思ってもできなくて、そういう、それ不安なことでももちろんあるんですけど、それを見に行こうっていう、まあ強さというか、はずっと持ち続けたいし、ワンダー人生のワンダーだから、それが、
本当にそれって喜ばしいことだし、人生生きてる意味だし、そういう曲になりました。うん。では、いきます。よーい。
多分タイトルはバースっていう曲になるんですけど、仮歌とかあの仮のデモを聴いてくださってる方は元旦っていう、仮タイトルがついてた曲です。これはまみこちゃんが去年の元旦に、作った曲で、インスタグラムにまみこちゃんはその日のスケッチみたいなのをピアノで上げてるんですけど、その元旦のを聞いた時にふわーっとこれを一緒に歌いたいなと思って、そこからちょっとメロディーをつけたりとか二人で話し合ったりとかしてきた曲なんですけれども、はい、これもまみこちゃんのピアノが主役かなです。はい、お願いします。お願いします。やっぱり元旦だからなのか、まみこちゃんの中の生まれたいシャイニングガールとも通じるものがあるけど、こう本当の自分で生きていきたいっていう葛藤みたいなものも感じたし、でもその本当の自分中にあるものはとってもピュアで美しくって、繊細だけれどもとても強いっていうものを私自身の中にも感じるし、まみこちゃんの中にも感じるし、なんかこれから人生の後半それで生きていきたいっていうか、っていう、うん、私たちの幕開けっていう感じ、本当の私たちの幕開けっていう感じ、うん。
次の曲が星の住処という曲です。5曲目です。これはあの遥中村っていう作曲家ピアニストの、作曲で私が詩を書いて、長らくライブとかだけではちょこちょこやっていたんですけれども、初めて、作品化することにしました。でこう明確なメッセージとかがあるような感じの曲ではないんですけど、あの星の住処っていうのはつまり自分たちの人間の体、人間の体の中にいろんなあの物質、星と同じ物質で体ができていて、あの今までもう亡くなった人とか、私たちが失ってきたものとかもう全て体の中にちゃんとあるんじゃないかっていうような、思いで書きました。はい。
では星野すみかです。でよろしくお願いします。あの監督が日の光が日が落ちるのを待ちましょうって言って、で大丈夫かなこれ、時間通り終わるのかな、すごい大丈夫かなってちょっと心配になりながら思ってましたけど、雰囲気はすごく、あなるほどね、あそっか、日落ちてからはこの曲は確実に確かに合うな、はい、気持ちよかったですよ、はい。ライティングを変えてそのタイミングでそうガラッと空気感も変わったし、スタッフも一回なんか閉まったっていうような感じがあったんですけど、さあここからもう一回夜に向けてみたいなね空気感もありましたよね。途中で気に入ってる歌詞があって、時計回りでは解けないことが何より美しいとっていうのをがすごく好きな、自分では好きなワンフレーズなんですけれども、これもやっぱり物語が自分で描いたようにはいかなかったりとか計算したようにはいかないけれども、それが宇宙の中ではそれこそが秩序だったりとか、自分たちが時計回りって思っていることって自分人間から見た秩序だけれども、もっと大きな視点で言うと全然違ったりとかっていう、そういうなんか美しさが、人生の美しさ、それだはそれだなって思っていて、小さなささやか
最後の曲「For イオ」という曲で、このままタイトルになるのか仮タイトルなのかまだ決まってないんですけど、イオっていうのはあの友達の猫ちゃんの名前なんですが、これは鎮魂歌レクイエムのような曲です。あのつい先日お友達がこの猫ちゃんを見とったんですけど、すごく進行の早いがんが見つかって、そこから6週間のうちにみるみる悪くなってこう見とるところまで行ったんですけど、その毎日の実際のこの進行もそうですし、彼女の心の変化っていうのをすごく丁寧に彼女が綴っていて、私もそうなんですけど、本当にまあ、あの猫好きのみんなが毎日涙しながら読んでたんですけど、それを、その彼女とこうやり取りをずっとしていて、あのちょうど今日かもなっていう日があって、でその時に午前中にあのなんか予感がしたので彼女とやり取りしてたら、そう急変したので、もう今日だと思います、見送りますっていうことになって、じゃあそのぐらいの時間に私はあのスタジオに入るから歌うので一緒に見送りましょうっていう感じになって、それでちょうどそのイオちゃんが、行く時に私は遠隔で歌を歌っていて、その時にできた曲です。なのでそのまま 4EO にしちゃったんですけど、でもただ猫ちゃんが死んじゃってあの悲しくてっていう曲ではなくて、あの、まあ、歌詞は英語なんですけど、その彼女の見送り方っていうのがすっごく立派というか、あの本当学ぶことがたくさんあってですね、なんて言ったらいいんだろう、その猫だけれども本当にその相手が望んでいること、相手が望んでいる、生き方死に方は何だろう、本当双方の幸せっていうのは何だろうっていうのをすごい追求して考えて、彼女が選んだ選択で、それってこういろんな人間関係にも言えると思うんですけど、まあ、要は真実の愛というかというのは何だろうっていうのをすごく考えさせられまして、一瞬でも本当にそこに愛があったらそれを、どこまでも信じられるのかっていう、そういうような様子を彼女の見送り方で見せてもらったので、その愛のことを書きました。長くなりましたけれども、 For イオです。終盤に落ち旅、いわゆる落ち旅があるので、ここが一番はい、一回あの終わったように見せかけてそこから始まったりするので、ちょっとミシ音を気をつけたいと思います。まみこちゃんはあのまみこちゃんが弾いてるオルガンは100年ぐらい、100歳明治生まれのオルガンです。まあ、俺の楽器も同じぐらいだね。あ、そっか、そうだね、あの私たちよりも早くはるか年上の本当、長生きですね、長生きの、うん、楽器たちと共に。では。
ありがとうございました。できたと思う。本当にこの日だけの、 あの今しか作れない、ここでしか作れない、ここにいる人たちとしか作れない、一日を過ごさせてもらって、それがしてくれた皆さん、どうもありがとうございました。長い一日でしたが、いい道のりを経て終わりが来たと思います、一緒に過ごせてはありがとうございました。皆さんありがとうございました。本当にいい経験になりました。私の表現の活動にすごく実りのある時間を過ごさせていただいて、本当に幸せな時間でした。ありがとうございました。みんなが丁寧に付き合ってくれて、本当になんか全員が本気出して やっとできたっていう感じ。ぐっすり寝れそう。みんなも立ちっぱなしだったからね、休んでくださいみんなでスーパーとか行きたいぐらい。尊い機会だったというか、こう運命共同体というか、みんながそれぞれにそれぞれの場所を役目を徹することができたから、結果的にすごく安心感のある現場だったなって、そういうところでこう音を出せたっていうのが、その経験はすごく幸せな経験だったなって思います。映像と一緒に、音も一緒に、一気にその場の空気を含めて全部丸ごと撮っちゃうって、逆にその音楽先に撮って、でじゃあ映像と撮りましょうみたいになって、でその流れ作業っていうのはとっても効率良いんですけど、その効率の良さからこうこぼれてっちゃった魅力っていうのがたくさんあると思ってて、音を取るにしても今回若干アンプリファイしてる音もありましたけど、基本はその PA から音出してるわけじゃないから、ものすごい小さい音を
ったでしょう。あのいろいろこっちからの注文にあのうるさくして申し訳なかったですけど、あの本当こう足音も立てないようにしてもらったりとか、レールの音とかね、全然あのバッチリでしたけど、はい、その緊張感がやっぱり気持ちいいですよね。こうみんなでじゃあいいもの作ろうっていう気持ちがもう一人一人持ってる空間にこう入れるだけで気持ちよかったですね。はい、いや本当にやってよかった、可能にしてくださった、思い出しても感謝しかなくて、こんなあの一日を可能にしてくださったみんなが本当にありがとうしかないというか、やってきてよかったなぁ、だしなんか自分の16歳ぐらいで歌い始めて、自分の音楽ってなんだろうとか、自分が歌っててなんか世の中になんか役に立ってるのかなとか、いろんな時代があったんですけど、まあ、今回がその役に立ったり人の助けになってるかっていうのはまた別として、一個こう自分の歌声、本当にこう嘘のない歌声、特に歌っていうのは本当体だけでやることだから、そして今回はそういう直したりとか、細部を直したりとか、ごまかしの効かない環境だったから、それをできる体を自分が20年間作ってきたっていうのも一つ自分で誇りにしなきゃいけないことだって思ったし、まあ、いつもは自分に自信がない方なんですけど、それだけはちゃんとやってきたって思っていいぞって思えたし、あとはまみこも制限は長く付き合ってきたし、まみこは本当お互いのすごくいいタイミングでこう出会えて、でそういう出会いをちゃんとと見逃さなかった自分っていうのもよくやったぞって思うし、出会いを見逃さなかったっていうことに関しては、メンバー演者だけじゃなくて今回スタッフ全員に対して本当に思うので、ありがとうしかないです。